ほんと、村と違って賑やかなところだな。うわっ！もう、人にぶつかったら謝るのが普通でしょ。男に？許さない、絶対捕まえるんだから。あの男どこ行ったんだろう。確かこっちの方に来たはずなのに。おい待て、お前今すったな。何のことだ、俺は別に。見つけた、私の財布返して。何、お前やっぱり。許してくれ。俺からスリをしようと思ったのが運の尽きだぜ。ほーらよ、お嬢ちゃんの財布だろ。ってちょっと待て、お嬢ちゃんまさかあの時の。え？あ？おいおい、魔物とあれだけ戦えるお嬢ちゃんがあんなスリにやられてるんじゃねえよ。油断しちゃって。だがまた会えて嬉しいぜ。俺はクリフォードだ。夢とロマンを追い求める仕事をしている。私はライザリン・シュタウト、みんなからはライザって呼ばれてるよ。仕事は大釜を使って未知の品を作ったり、追い求める仕事かな。大釜だと。へえ、ロマンあるいい仕事じゃねえか。こうして再会したのも何かの縁だ。今度ゆっくりライザの仕事の話聞かせてくれよ。うん、あ、財布本当にありがとう。錬金術師のこと濁しちゃったけど悪かったかな。けど錬金術なんて言ってもわからないと思うし、今度また話をする機会があったらその時に話せばいいか。ねえ、どこに行くのさ。ここくらいなら平気じゃないかな。
ティア。どういう意味かな。で何か分かりそうなんだけどな。なんだろうこれ。これは鎧かな。そうですね、間違いなく鎧ですね。パティ、わかるの？父の影響で見慣れているんです。この鎧は格の高い騎士が着るものみたいですね。そこまで分かっちゃうんだ。でもどうしてそんなものがここに？それは分かりませんけど、もしかして騎士が関わるような場所だったんじゃないかな。ほら、ここって聖堂っぽい感じがするし、聖堂騎士みたいなのがいたとか。なるほど、確かにそれはありそうですね。だとしたらこんな風になる前はとっても綺麗なところだったんだろうね。錬金術の素材になってもらうね。ティア！分かりやすい情報が欲しいな。取れた！よいしょ。
って重いんだよね。ティア！ティア！手がかり発見。えい！あった、これこれ。注文して届けさせればいいのに。他の残されてた思念と違うみたい。この遺跡のことがいろいろ流れ込んでくる。ライザ、大丈夫？あ、うん、ちょっとぼーっとしちゃってた。それよりこれのおかげでこの遺跡のことが少しだけ分かったよ。あっちこっちにある金、あれはとても重要なものみたいなんだ。中でもこの壊れてる大金は特別なものだと思う。具体的にはわからないけど、金なんだし鳴らしてみたら何か起きるかも。そんないい加減な罠とかだったらどうするんですか。それにこの金、舌の部分が壊れちゃってるから鳴らせそうにないですよ。あらら、でもここだけ直せば音を鳴らせるかも。気になるのはわかるけど、今鳴らしたって意味ないんじゃないかな。それもそっか。でもちょっと気になるな。どうして抽象的な情報ばっかりなのかな。これって、いやいや、そういうことじゃないか。
この手がかりからどんなことがわかるかな。テア！テア！テア！一回メモで整理した方がいいかも。もっと情報を手に入れないと。何が出るかな。だって立派な素材が一つ、何に使おうかな。分かったことを整理したいな。これを使えば
大金を鳴らす舌が作れるかも。本当に鳴らすの？何が起こるかわからないんだろ。そうなんだけど、この先に進むための鍵になってるとか、鳴らした方がいい気がするんだ。タオさん、どう思います？まあ、ライザが言うなら信じていいのかも。いずれにしても、先に進むためには一度手がかりを整理した方が良さそうだ。そうだね、少しまとめてみましょう。あれ、行き止まり？変だな、まだ奥があるはずなのに。ダメだ、びくともしない。この奥にある建物みたいなのが気になるんだけどな。一度戻ろうか。だね。残念だけど。ふいふい。どうしたの、フィー？ふいふいふい。もしかして奥にある建物が気になるの？遺跡と何かしらの関係があるフィーがこんなに反応してるってことは、やっぱりあの建物には何かあるってことなのかも。そうじゃなくてもフィーがこんな必死に訴えかけてきてるんだもの。このまま帰ったりなんてできないよね。だね。よし、もう一度あの奥に見える建物に行く方法を探してみよう。
行ける場所が広がったよ。よし、行くぞ。そういえばさ、今調査してる遺跡ってクリント王国の遺跡よりずっと古いんだっけ？古いどころの騒ぎじゃないよ。今回見つかった遺跡に比べたら、クリント王国なんてまだまだ新しい最近のことなんだから。そんなに違うの？クリント王国はいつ頃存在したかがまだ把握できてるでしょ。けどあの遺跡はそれよりもはるか以前、文献もほぼ残っていないけど確かに存在した古の時代、そんな大昔に作られたものだからね。あ、なんか想像できないくらい昔すぎて反応に困るなそれも正しい反応の一つだと思うよ。でもそんな大昔から残ってる遺跡に入るのって結構危ないんじゃないかな。調査中に崩れたりする可能性だって。いや、多分大丈夫だよ。それだけ古い時代の遺跡があれだけしっかりとした状態で残ってるんだからね。そっか、それ聞けて少し安心したかも。まあその時代についてはほとんど何も明かされていないというのが実情でね。だからこの機会にあの遺跡をしっかりと調べて、少しでも謎を明らかにしたいんだ。うん、私も協力するよ頼もしいな。やっぱりライザに来てもらって正解だったよ。僕たち以外の人間が最後に入ったのは何百何千年前なんだろう。推理をまとめてみよう。
昔と違って僕も鍛えたんだ。これくらい余裕で持てるさ。この手がかりからどんなことがわかるかな。推理の準備っと。何か分かりそう。これの情報は。砂は簡単に取れるからありがたいな。なんだか胸がドキドキする。冒険ってこういうものなのね。取れた。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。こうして改めて触ってみると、砂の感触って気持ちいいな。取れた。これってライザさんに持っていけば取ったりするのかしら。僕は本当に何にでも使えるからね。持てるだけ持っていこう。
ういう意味かな。新しい何かに出会えるかも。取れた。獲物からもあった材料が取れる。これこれ。むしろ取れないものって存在するのかしら。気をつけて。そこだ。よっと。はあ。連続よ。そこ。よっ。はあ。そこだ。よっと。はあ。正解。間違えた。連続よ。任せた。そこだ。そこ。よっと。はあ。届いて。そこ。ライバル様。お願いします。はあ。石田君。止められない。くらえ。そこ、そこだ。何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだ。そこ。はあ。届いて。まだまだ。正解。そこだ。連続よ。どうだ。そこ。そこだ。届いて。楽勝楽勝。さ。早く進もう。これどんな人の思い出なんだろう。すごくいい形の石だけど、ライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。ただの石ってこれでいいのかしら。そもそもただの石ってどういう石なの。神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。これの情報は
鈴？でもこのまま鳴らしても何も起きないし、何なんだろう。これの情報は不吉だな。死者の国とかできれば行きたくないし、私が知ってるのはこれなら意味が通るかも。私が知ってるのは、なるほど、こういうことね。私が知ってるのはこれでちゃんとつながるかな。これって鐘を鳴らせば先に進めるってことかな。分かっちゃったかも。私が知ってるのはこれは、違うかな。私が知ってるのはこれなら意味が通るかも。私が知ってるのは意識を移せ、遠くを見通せ、魔法みたいなこと言われてる。これの情報は怖いこと考える人もいたんだな。違うかな。これはないかな。分かっちゃったかも。私が知ってるのはこれの情報は私が知ってるのはこうじゃないかな。永遠の命をくれるって本当かな。これの情報は何か書いてあるみたいだけど、人の名前かな。こうじゃないかな。あ、わかった！これの情報は、これって種かな。どんな花が咲くんだろう。あんなに綺麗な花だもの、きっとなってるはずだよ。推理開始。これの情報は違うかな。これはないかな。
ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。こんなのどうかな。何作っちゃおうかな。何作っちゃおうかな。入れる場所は。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。うんうん、悪くないね。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。よし、完成。これであの大きな鐘を鳴らすことができるはず。どんな音がするのか楽しみだな。外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。
音がするのかな。あの、そんなの鳴らしたら魔物を呼び寄せちゃうんじゃないですか。大丈夫、そうなったらその時考えるから。それじゃ鳴らすよ。でも何も起きてないのかな。ほらね、なんともないじゃん。怖がりすぎだよ。ライザさんが警戒心なさすぎなんです。まずはあいつらを撃退しなくちゃ。はあ、これなら大丈夫そうだ。正解、連続よ。そこは届いて。はあ、そこだ。連続よ。届いて。ライザ、任せた。ライザさん、お願いします。私が油断したせいで危険な目に。いえ、気になさらないでください。まさか鎧が動くなんて思いも。上がってきてくれれば手が届く。もう少しだよ、頑張ってフィー。パティ、パティ大丈夫？どこか怪我はない？
パティ、大丈夫？フィー、よく頑張ったね。パティ、大丈夫？しっかりして、パティ。私、崖から落ちて。ごめんなさい、フィー。私のためにこんな無茶をさせて。パティが無事だったのは良かったけど、それにしても驚いたよ。まさかあんなに小さなフィーが体を張って助けてくれるなんて。きっと思ったんじゃないかな。無茶をしてでも助けたい、大切なお友達だってね。フィー、ありがとね。パティを助けてくれて。私の命の恩人、私のお友達。それにしても、あの鐘の音で変化が起きたのってこの鎧たちだけなのかな。どういうこと？あんな遺跡中に響き渡るような音だったんだよ。鎧以外変化なしなんて考えられないよ。もしかして本当の変化はもっと奥で起きていて、この鎧は門番みたいなものだったんじゃないかな。考えてても答えなんて出ないよ。冒険なんだから自分で見て回らなくちゃ。そうだね。うん、その方が早いや。パティ、動けそうかい？そろそろ移動しようと思うんだけど。ご心配をおかけしました。もう大丈夫です。それじゃ先に進もう。怖いことだけは起こりませんように。届いて！あれは。扉が開いてる？さっきまであんなしっかり閉じてたのに。これってもしかして本当に鐘を鳴らしたのが鍵になったってこと？ふっふーん。ライザさんじゃなくてフィーと羅針盤のおかげじゃないんですか？あ、言われてみれば確かに。まあ何にしても道が開けたんだ。先に進んでみよう。連続よ。そこ、やっ、はっ、そこだ。届いて。ライザー、
任せた。せーの、はあ、届いて。ライトさん、そこ、やっ、はあ、届いて。よっ、そこ、はあ、そこ。仕掛けよう。止められない。そこ、そこ、よっ、そこ、はあ、届いて。連続よ。そこだ。よっ。はあ。そこ。やっ。そこ。そこだ。届いて。はあ。まだまだ。そこだ。よっ。そこ。はあ。やっ。はあ。届いて。任せた。まだまだ。そこだ。よっ。はあ。僕が行く。そこだ。よっ。さあ、始めるよ。一気に行くよ。そこ、やっ、はっ、届いて。そこだ。まだまだ。せーの、連続よ。そこだ。そこ、やっ、はっ。何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだ。よっ、そこ、やっ、はっ。届いて。まだまだ。そこ、そこ、ライトさん、お願いします。そこ、やっ、そこ、よっ、届いて。はぁ、よっ、連続よ。ライザ、任せた。そこだ、よっ、そこ、よっ、はぁ、届いて。まだまだ。そこだ、僕が行く。先に進もうか。ちょっと強くなれたのか。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。そこ、届いて。新しい手がかりだ。これは言ってるんだろう。あとどれくらいあるんだろう。までのとは全然違うわ。こいつもしかしてさっきの奴らの親玉かも。なんだか知らないけど、こうなっちゃったらやることは一つしかないでしょ。こいつをやっつけるよ。敵だ、気をつけて。そこ、そこだ、届いて。はぁ、せーさー、連続よ。そこだ、そこ、はぁ、届いて。任せた。走れ、炎よ。そこだ、よっと、はぁ、やっ、はぁ、届いて。そこだ、せーさー、連続よ。ライトさん、お願いします。
さあ、始めるよ。そこ。さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっ。そこ。はあ。届いて。届いて。そこだ。よっ。はあ。そこ。よっ。はあ。届いて。そこだ。よっ。はあ。出た。カイザー、任せた。そこ走れ、炎よ。そこだ、よっと。はぁ、そこやっ、はぁ、せーか、届いて。連続よ、どどどど。そこだ、よっと。はぁ、何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだ、よっと。はぁ、届いて。そこだ、連続よ。どうだ。そこ、やっ、はあ、そこだ、届いて。そこだ、よっと。はあ、そこ、やっ、何を使おうか。一気に行くよ。そこだ、よっと。そこ、はあ、よっ、届いて。ライザー、任せた。まだまだ。走れ、炎よ。そこだ、よっと。そこ、はあ、届いて。連続よ。まだまだ。まだ。そこだ、よっと。はあ、よっ、どいて。そこ、そこだ、よっと。ライザー、お願いします。そこ、出て。やっ、届いて。そこだ、よっと。ライザー、任せた。そこだ、よっと。そこ、はあ、届いて。私が切ります。くらえ。そこだ、よっと。そこ、はあ、やっ、そこ、届いて。そこ、まだまだ。そこだ、よっと。はあ、よっ、そこ、こんなところかしら。パティ、大丈夫？ごめんなさい。すぐに落ち着きますから。タオ、何かわかった？いや、この鎧からは何もわからないよ。中身があるわけでもないし。本当にただの鎧が騎士みたいに私たちに襲いかかってきたってわけね。うん。いや、待てよ。もしかしてここは空剣島の周辺にあった遺跡と違ってまだ生きてるような気がするんだ。遺跡が生きてる？大抵の場合、遺跡っていうのは過去の遺物になり果てているものなんだ。財宝なんかはとっくに盗掘されてなくなってるから、当時のものなんか残っているわけがない。そこにこういう場所があったということを示しているだけなんだけど、ここはそんな遺跡と違って当時のものが全部じゃないにしろ残ってる気がするんだ。そうかな。私には普通の遺跡と変わらないように思えるけど。そんなことないよ。例えばこの鎧騎士なんかがまさにそれだし。多分だけどさ、こいつは何かの門番とかそういう役目があったんだと思う。それが残っているということは、まだここは遺跡になりきっていない、今も生きている建物ってことなんじゃないかな。なるほどね。私たちより前に誰かが倒してたらもうここには出てこなかったはずだもんね。つまり鎧騎士以外の罠もまだまだたくさん残ってるかもしれないね。あまり人の手が入ってる場所じゃなさそうだし、
作動せずに今も獲物を待ち続けてる可能性は。怖いこと言わないでよ。けど慎重に行動した方がいいのは間違いなさそうね。パティ、もう大丈夫なの？はい、ご心配をおかけしました。大丈夫です。先へ進みましょう。もうちょっとで何か分かりそうなんだけどな。ちょっと分かりやすい情報が欲しいな。どうして抽象的な情報ばっかりなのかな。どんな相手でも油断は禁物です。そこだよっと。はぁ、正解。連続よ。はっ、届いて。そこだよっと。はぁ、まあ、ライダー任せた。せーの、そこだよっと。はぁ、届いて。はそこ、そこ、ライダーさん、そこお願いします。私が切ります。走れ炎よ。そこだよっと。はぁ、届いて。まだまだ。そこだよっと。はぁ、連続よ。そこだ、届いて。はぁ、まだまだ。そこ、そこ、そこだよっと。そこ、はぁ、届いて。そこ、まだまだ。そこだよっと。はぁ、何を使おうか。一気に行くよ。そこだよっと。はぁ、当然の結果よ。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。みんな、気をつけて。そこだよっと。はぁ、正解。連続よ。そこだ、届いて。よっと。はぁ、ライザー、任せた。正解。連続よ。はぁ、届いて。ライザさん、お願い。そこ、そこ、そこ、いや、遅い。これが2頭の連撃だ。そこだよっと。はぁ、そこ、いや、はぁ、正解。連続よ。そこだよっと。はぁ、さあ、始めるよ。届いて。まだまだ。始めるよ。戦況を変えるよ。そこだよっと。ライザー任せた。そこだよっと。そこ、
届いて、ライザさん、お願いします。僕が行く。そこだ。よっ、はぁ、よっ、よっ、横、はっ、届いて。そこだ。まだまだ。よっ、こんなところかしら。どんな相手でも油断は禁物です。そこだ。よっと、はあ、セーター、連続よ。そこ、やっ、はあ、届いて。よっと、はあ、セーター、連続よ。任せた。そこ、そこだ。よっと、はあ、届いて。そこ、そこ、ライザさん、お願いします。そこだ。よっ、はあ、連続よ。そこだ。さあ始めるよ。一気に行くよ。そこ、そこだ。よっ、はあ、届いて。せーの。そこだ。よっ、はあ、届いて。そこ、そこ、そこだ。よっ、はあ、よっ、そこ、やっ、はあ、届いて。ライザ、任せた。そこだ。よっ、そこ、はあ、はあ、楽勝、楽勝。さあ早く進もう。てや、皆さん的中です。そこだ。よっと、はあ、セーター、連続よ。そこ、やっ、はあ、届いて。はあ、はあ、セーター、連続よ。そこだ。そこ、と、はあ、はあ、届いて。そこ、ライザ様、お願いします。一瞬で決めます。僕が行く。そこ、そこだ。よっ、はあ、届いて。まだまだ、連続よ。どうだ。そこだ。よっと、さあ始めるよ。戦況を変えるよ。そこ、やっ、そこだ。よっ、届いて。はあ、まだまだ。そこだ。よっと、はあ、そこ、やっ、届いて。届いて。そこだ。まだまだ。よっ、はあ、よっ、そっ、そこ、やっ、はあ、届いて。届いて。そこ、まだまだ。ライザ、任せた。よっ、そこ、はあ、よっ、そこ、僕が行く。そこだ。よっ、そこ、はあ、よっ、はあ、届いて。そこ、まだまだ。届いて。よっ、はあ、ライザさん、お願いします。そこ、よっと、はあ、届いて。あたしたちの勝ちだね。たくさん取っておかないとね。すごい、素材にするとこんなところがあったんだ。待っちゃうし。みんな気をつけて。そこだ。よっと、はあ、セーター、連続よ。そこ、やっ、はあ、そこだ。届いて。そこ、セーター、連続よ。そこ、そこだ。よっと、はあ、届いて。ライザさん、お願いします。はあ、そこ、私の剣は止められない。走れ、炎よ。そこだ。よっと、はあ、そこ、よっ、はあ、届いて。まだまだ。そこだ、連続よ。どうだ。はあ、よっ、はあ、そこ、よっ、こ、はあ、届いて。まだまだ。そうか、一気に行くよ。そこだ。よっ、はあ、届いて。
まだまだ任せた。そこだ、連続よ。そこ、やそこだ、届いて。まだまだ、そこ、走れ炎よ。そこだ、よっと、そこ、やっ、届いて。まだまだ、そこだ、よっと、はっ、そこ、やっ、そこだ、よっと、さあ始めるよ。一気に行くよ。よっと、はっ、こんなところかしら。よいしょ。材料のまま使う。みんな気をつけて。せーの、連続よ。はあ、そこ、やっ、はあ、届いて。そこだ、よっと、はあ、控えた、任せた。そこ、どいて。そこだ、よっと、届いて。はあ、ライトさん、お願いします。そこだ、よっと、はあ、そこ、やっ、届いて。僕が行く。そこだ、よっと、はは、そこ、やっ、はは、届いて。よっと、はは、そこ、そこだ、よっと、は、届いて。せーの、連続よ。そこだ、よっと、はは、そこ、やっ、はは、届いて。そこ、そこだ、よっと、はぁ、よー、控えた、任せた。そこ、やっ、そこだ、よっと、届いて。はぁ、よー、まだまだ、正解、レベル、グルグル。そこ、やっ、はぁ、届いて。まだまだ、どいて。控えた、ライトさん、お願いします。僕が行く。そこだ、よっと、はぁ、よー、そこ、さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ、よっと、はぁ、よー、届いて。まだまだ、そこだ、よっと、はぁ、よー、せーか、連続よ、届いて。どう、そこ、そこだ、よっと、はあ、私たちの勝ちだね。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。皆さん、敵襲です。そこだ、よっと、はぁ、正解、連続よ。そこ、やっ、はぁ、そこだ、よっと、はぁ、しないだ、任せた。そこ、そこだ、よっと、くらえ。そこだ、よっと、はぁ、やっ、はぁ、届いて。そこ、まだまだ、そこだ、よっと、はぁ、よー、ライトさん、お願いします。そこ、うん、そこだ、やっ、一瞬で決めます。そこだ、よっと、はぁ、よー、届いて。せーか、まだまだ、どうだ。そこだ、よっと、はぁ、よー、何を使おうか。一気に行くよ。そこ、やっ、そこだ、よっと、届いて。まだまだ、正解、連続よ。よっと、そこ、やっ、はっ、届いた、届いて、任せた。まだまだ、そこだ、よっと、はっ、よっ、走れ炎よ。そこだ、そこ、よっと、はっ、届いて。まだまだ、連続よ。さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。
そこやば、は届いて、そこよ、まだまだ、はよ、正解、何だ、続くよ、お願いします、そこだよ、そこよ、そこや、は届いて、そこまだまだ、私たちの勝ちだね。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。皆さん、敵中です。そこだ、よっと、はぁ、正解、連続よ、そこ、やっ、そこだ、よっ、届いて、はぁ、はぁ、ライザー、正解、任せた、連続よ、そこだ、よっと、そこ、はぁ、届いて、そこ、そこ、ライザーさん、お願いします、そこだ、走れ、炎よ、そこだ、よっと、はぁ、届いて、そこ、そこだ、よっと、はぁ、よー、そこ、やっ、はぁ、届いて、そこだ、よっと、進んで決めます、そこだ、よっと、はぁ、よー、届いて、届くよ、どうだ、まだ、届いて、届いて、ライザー任せた、まだまだ、そこだ、よっと、届いて、はぁ、そこ、走れ、炎よ、そこだ、よっと、はぁ、よっ、正解、そこだ、連続よ、どうだ、そこ、よっと、はぁ、ライザーさん、お願いします、まだまだ、そこだ、どいて、そこ、私が切ります、さあ始めるよ、戦況を変えるよ、そこ、そこだ、届いて、まだまだ、そこだ、連続よ、届いて、まだまだ、そこだ、よっと、どいて、あたしたちの勝ちだね、ライザ、あれ見て、あんなやつ見たことないけど、あの、この遺跡ってずっと閉ざされていたんですよね。なのにどうして魔物がいるんですか。どこかに入り口があるのかもしれないよ。もしくはこの中でずっと生きてたとか。ちょ、やめてよライザ、さらっと怖いこと言うのは。そんなことって、やっぱり戦うんですよね。向こうが見逃してくれなそうだし、そうなるだろうね。勝てるんでしょうか。大丈夫、心配いらないよ、私たちならなんとかなる。うん、わからないけどなんとかしなくちゃね。来るよ、パティ構えて、負けないんだから。よっと、はあ。そこ、や、はあ。連続よ。そこだ、よっと、はあ。出て。ライザ、任せた。そこ、どいて。そこだ、よっと、はあ。出て。ライザさん、お願いします。そこだ、よっと、そこ、はあ。や、はあ。遅い。僕が行く。何を使
一気に行くよ。そこだ。よっと。はあ。そこ。や。はあ。届いてしまった。そこだ。よっと。はあ。正解。連続よ。そこだ。よっと。はあ。届いて。そこ。そこだ。よっと。はあ。よ。そこ。や。はあ。届いて。そこだ。何を使おうか。嘘。よっと。正解。連続よ。ライザ。任せた。そこだ。よっと。はあ。正解。連続よ。よっと。はあ。そこ。そこだ。よっと。はあ。僕が行く。そこだ。よっと。はあ。よー。正解。連続よ。よっと。はあ。よー。そこだ。よっと。どいて。そこだ。よっと。さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっと。はあ。よっと。正解。そこだ。連続よ。よっと。どうだ。任せた。そこだ。よっと。はあ。よー。これが二頭の連撃だ。そこだ。よっと。はあ。よー。どいて。いて。そこだ。よっと。はあ。よー。何を使おうか。一気に行くよ。連続よ。そこだ。よっと。ライザー、任せた。そこ。そこだ。よっと。どいて。よー。僕が行く。そこだ。よっと。よー。行って。何を使おうか。正解。連続よ。どうだ。よー。行って。さあ。始めるよ。一気に行くよ。そこだ。よっと。はあ。行け。そこだ。よっと。はあ。行け。何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだ。よっと。はあ。けて。正解。連続よ。任せた。どうだ。よっと。はあ。けて。そこ。そこだ。よっと。はあ。よけて。走れ。炎よ。そこだ。よっと。はあ。よー。さあ、始めるよ。ライザ。任せた。連続よ。どうだ。そこだ。よっと。はあ。よー。何を使おうか。一気に行くよ。そこだ。よっと。はあ。よー。いっけー。そこ。そこだ。はあ。よー。いっけー。さあ、始めるよ。一気に行くよ。ライザー、任せた。そこだ。よっ、いて。はあ。よー。いっけー。どいて。僕が行く。そこだ。よっと。はあ。よー。いっけー。いて。連続よ。そこだ。よっと。はあ。ライザ、任せた。何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだ。よっと。はあ。よー。いっけー。
どいて。そこだ。よこ。はあ。よくらえ。そこだ。よっ。はあ。よし。連続よ。どうだ。けそこだ。よっ。連続よ。はあ。よし。けえ。いざ。ライザ。任せた。よっと、はぁ、よーし、僕が行く。そこだ。よっと、はぁ、よーし、引っ掛けて。どいて。そこだ。よっと、はぁ、引っ掛け。始めるよ。一気に行くよ。そこだ。よっ。連続よ。どうだ。そこだ。よっ。はあ。ライザ、任せた。何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだ。よっと。はけて。よーし。けどいて。僕が行く。そこだ。よっと。はあ。よーし。けそこだ。よっと、はあ、よっ。正解。連続よ。どうだ。けえ。ライザ、任せた。始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっと、はあ、よっ。けえ。どいて。そこだ。よっと、はあ、僕が行く。そこだ。よっと、はあ、よーし、行け。そこだ。よっと、はあ、よーし、行け。行け。そこだ。よっと、はあ、よーし、行け。行け。どいて。私たちの勝ちだね。ちょっとは強くなれたのか。もっともっと強くなるぞ。た、倒せたのよね。うん、もう安心だよ。あれ、あそこにあるのって宝箱かな。罠はなさそうだね。開けてみようよ。笛と紙束？あまり宝物って感じしませんね。そうだね。でもこの笛、音が出せそう。どんな音がするのかな。大丈夫なんですか。また鎧が起き上がったりしてくるんじゃ。宝箱の中にあった笛だから多分大丈夫だと思うけど。さっきの魔物。もうだから言ったじゃないですか。あれ全然襲ってこないね。あ、フィー、危ないよ。ウィーウィー、本当に襲ってこないみたいですね。この魔物は一体。ライザ、笛と一緒に入ってた紙束には何か書かれてないの？これって文字がほとんどないよ。なんかレシピみたいな感じ。もしかしてこの笛って魔物を呼び寄せる笛なのかも。
呼び寄せるっていうか、さっきのを見た感じだと召喚に近いものに見えたけどね。でも魔物なんか呼んでどうするんですか？まさか戦うわけでもないのに。何？うわっ！あれ？もしかして私を乗せてくれるの？石とかも混ざってるけど、何なのかしら。ティア！メモメモっと。この遺跡の最深部みたいだね。ふぃ！一人で動くのは危険よ、フィー。ライザさん、タオさん、これを見てください。あれは水晶？不用意に近づいたら危ないよ。どうなってるの？光を吸収してる？でもなんでそんな。急に元気になっちゃって。ねえ、あの水晶の光、もしかしてフィーを元気にするのかな。そうとしか考えられないけど、どういうことだろう。あの水晶って一体。ライザさん、フィーって一体どんな生き物なんですか？え？少なくともフィーみたいな動物がいるなんて聞いたことないですし。あはは、それ私が今考えてるのと同じ疑問だよ。ここにも壁画があるのか。これ、何の絵なんだろう。わからないけど、例えるなら巨大な生物に立ち向かう人間たちって感じかな。この巨大生物と人間たちの間に光る点みたいなの、まさかフィーってこと？それはないよ。だってフィーは生まれたばかりなんだし。
これは何かのシーンを描いてるのかな。僕らの知らない神話の一部とか。少なくともポジティブな絵じゃない気がする。見ていていい気持ちになれるようなものじゃないし、もしかしたらこの絵が描かれた当時か、それよりももっと前に何かがあって、そのことを描いた絵かもしれない。まさか人間がこんな化け物と戦ったなんて歴史あるはずないですよ。いや、もし本当にあったとするならば、おそらくこの絵に描かれている化け物っていうのは、誰？その声、まさか。リラさん？何やってるの？こんなところで。それはこっちのセリフだ。まさかこんな場所で再会することになるとは。本当だよ。だって遠く離れた場所で、しかもこんな遺跡の中で会えるなんて思いもしないよ。けど冒険の中で再会するなんて、なんか私たちらしい感じもするかも。確かにそうかもしれんな。でも二人とも元気そうで嬉しいよ。ライザも元気そうで何よりだ。一緒にいるのは新しい冒険の仲間か。リラさん、僕のこと忘れちゃったの？まさかタオか？何？お前タオだったのか？ほら、やっぱり3年間で変わりすぎなんだよ。村に帰るのが怖くなってきたな。気づかなくてすまない。見違えるほど立派になっていたのでな。で、新しい冒険の仲間かな。パトリツィア・アーベルハイムです。以後お見知りおきを。私はアンペルフォルマーだ。アンペルさんは私に錬金術を教えてくれた先生なんだよ。きっかけを与えただけで先生と呼ばれるほどのことはしていないがな。リラ・ディザイアスだ。よろしくな、パトリツィア。それはそうと、なぜお前たちが王都の近くに？どこから話せばいいかな。いや、今はやめておこう。長話をするような場所でもないしな。私たちもここへ来たのは理由があってな。まあ、目当てのものはなかったんだが。そうだったんだ。でもこんな広い遺跡なんだから、お宝とかあるかもしれないよ。そういうものには興味はない。探すならお前たちだけでやれ。二人はしばらく王都に？ああ、そのつもりだ。用があるときはいつでも訪ねてくるといい。少しの間かもしれんが、またよろしくな。またよろしくね。リラ、どうしたんだ？なんでもない。多分私の気のせいだ。さてと、私たちはどうしよっか。実際問題、これ以上調べても何も出てこないと思うんだよね。さすがにちょっと疲れました。だね。
じゃあ私たちも帰ろっか。どこに行きますか？よし、行くぞ！それにしても、あの遺跡の奥にあった水晶、何だったんだろう。あの光を受けてから、フィーが元気になったように見えるんだけど。明らかに元気になってますよ。タオさん。あれって何だったんですか？僕に聞かれても、そもそもフィーがどういう存在なのかもわからないんだし。本当、フィーって何者なんだろう。フィー少なくとも悪い子ではありませんよ。私もそう思う。たとえ何者だとしても、フィーは私たちの大切な友達だよ。フィー、新しいレシピ思いついちゃった。もう、分かったってば。そんなに急がないでよ。プニ？どうしてこんなところに？フィーフィー。ん？ねえ、あなた、ひょっとして隠れ家にいた、あのプニなの？やっぱりそうだ。でも、どうやってここまで来たんだろう。まあいいか。せっかく来たんだし、また面倒見てあげるよ。フィーも仲良くしてあげてね。